囲碁クラブをオンエアします。1月25日木曜日から31日水曜日までの7日間、毎日放送します。壁新聞社の番組ガイドを見て間違えないで受信してね。本格的対局と名局観戦で棋力をアップ。囲碁クラブの楽しさを発売前に実際にチェックできるのはサテラビューだけ。サテラビューって本当に美味しいですよね。BS マーベラスタイムアスレチックに参加ご希望の方は大至急イベント広場にお集まりください。繰り返します。 BS マーベラスタイムアスレチックに参加ご希望の方は大至急イベント広場にお集まりください。任天堂プレゼンツ BS マーベラスタイムアスレチック。またまたやってまいりました。夏休みキャンプ参加券争奪タイムアスレチック。大地を揺るがせたコース3での波乱を乗り越えて、本日はいよいよ最終コース4へのチャレンジです。本日のコースでは緑色の帽子をかぶったスタンパーからスタンプを押してもらってください。繰り返します。スタンパーの目印は緑色の帽子です。なおスタンパーは決められた順番通りにスタンプを集めていかないとスタンプを押してくれませんので、押してもらったスタンプはスタートボタンで開く今日の成績画面でしっかり確認するようにしてください。それではスタートまでしばらくお待ちください。
一斉にゲートを通過して今スタートしました。それではここで大会実行委員長のジーナ・ロッフェル先生からとっても大切なお話がありますので皆さんよく聞いてください。それではジーナ先生どうぞ。なんだか今日はとっても嫌な天気になっちゃったわね。でもいよいよ最後のコースだから元気を出して頑張りましょうね。準備はいいかしら。ここまでの成績がいい人も悪い人も悔いが残らないようにしっかりやってね。じゃあまず大切な操作のおさらいをするわね。もう覚えちゃったっていう人も最後だからしっかり聞いておくのよ。コントローラーの真っ赤な A ボタンを押してみてちょうだい。画面に指の形のカーソルが出たかしら。それじゃあ今度はそれを十字キーで動かしてみてちょうだい。指の周りがハテナのマークに変わる時があるでしょ。その時に A ボタンを押すと画面がクローズアップされるの。これはコマンドウィンドウといって、その中の人や物を調べたり話したりできるものなの。その他に人や物に君たちが近づいた時に小さなハテナが出る時があります。この時も A ボタンを押すとコマンドウィンドウになるの。近くでないと調べられないものや人と近くで話す時はこうするのよ。この操作はこれから君たちに参加してもらう予定の夏休みのキャンプでもやってもらうことだからしっかり覚えといてね。じゃ、先生はスタート地点で君たちが元気いっぱいで帰ってくるのを待ってるわ。頑張ってね。よく来た、若者たち。私は今日のアスレチックの舞台となっている屋敷の主、バンパパイア教である。麗しきジーナ女子のたっての希望に応え、今日は我が屋敷、我がしもべが君たちのお相手を務めさせていただこう。屋敷の中では君たちを手厚くもてなそうと、しもべたちが首を長くして待っておるぞ。ただし、これだけは覚えておくがいい。我が屋敷は人呼んで、キャッスル・オブ・マウンテンだ。君たちには少々難しい言葉であったが、マウンテン、すなわち人食い城と呼ばれているのだ。どうしておじけづいたのかな。逃げるのなら今のうちだぞ。さあどうする。不気味な雰囲気になってきちゃったわね。今日のコースはいつもとちょっと違うって聞いてたんだけど、みんな大丈夫？怖くなったら緑色の Y ボタンのトランシーバーですぐに先生のところに戻ってらっしゃい。それから君たちはそれぞれ3人のチームでこのアスレチックに参加しているから、怖くなったり困
弱ったことがあったら、先生のいるスタート地点のテントの中でメンバーを変えていってみてちょうだい。3人それぞれの B ボタンでできる得意技がきっとどこかで役に立つはずよ。それから黄色いラックロックって石は今日も集めてくれているかしら。あの石は先生の大好きな石だから、何か怖いことがあった時はあの石を見て先生を思い出してちょうだい。とにかく不気味なコースだけど、勇気を出してスタンパーさんを探すのよ。スイッチを操作してそれぞれの階に行くのよ。スイッチは左右に2つあって、それぞれを上下してその組み合わせで各階に行けるようになっているの。今から先生がその組み合わせを言うからよく覚えておいてね。1階は左が上、右が下。3階は左が上、右も地下が左が下、右も下よ。
チを操作するとそれぞれの階のランプがつくようになっているから確認してね。それから今先生が言った操作にない左を下、右を上っていう組み合わせをするとおかしなことが起きるらしいから気をつけてね。左を下、右を上よ。ちゃんと覚えたかな？参加者の皆さん、スタンパーの順番がわからなくなって困っていませんか？そんなあなたに送る本日最初のラッキースタンプタイム。今から奇数番のスタンパーが5分間だけ自分の順番を示すパネルを出してくれます。今奇数番のスタンパーを探している君、すぐに行ってみてください。今日のスタンパーさんはみんなバンパパイヤさんのお屋敷に住んでるモンスターさんやゴーストさんなんですって。モンスターさんたちは普段は人から隠れるように暮らしている人たちばかりだから、ほとんどのスタンパーさんがみんなが近くに行くと逃げちゃったり隠れちゃったりする人ばかりなんですって。奇数番のスタンパーさんの中には透明人間さんがいて、ある方法でないと絶対に姿を現してくれないんだそうよ。どんな方法なのかしら、想像もつかないわね。とにかく今日は周りによく注意してスタンパーさん探しをしてね。何か分かったらまた連絡します。今話題になっている透明人間のスタンパークリアキエテールだよ。僕を探し出す方法を教えることはできないけど、僕が住んでいる部屋の本棚に隠されているラックロックの場所をこっそり教えてあげるよ。いいかい？本棚の本の中には白い背表紙の本がいくつかあるんだけど、その白い背表紙の本で囲まれた場所を思いっきり蹴ってごらんよ。おっと、思いっきりぶつかったんじゃダメだからね。それは僕を見つける方法だから。どうしまった今のは忘れてくれよ。ラッキースタンプタイムは残り1分となりました。奇
数番のスタンパーを探している人は急いでください。そこまで。どうでしょうか。奇数番のスタンパーは無事見つけられましたか。後ほど偶数番のラッキースタンプタイムもありますので、放送をよく聞いていてください。
お屋敷の中に入って雨宿りしてた方が良さそうね。天気予報だとそんなに長くは降らないらしいから、外のコースにやり残したことがある人もちょっとの間我慢してね。先生、聞こえてますか？どうしたの？今お屋敷の前にある池にいるんですけど、雨が降ってきたら池の中から変な人が出てきたんです。変な人って？半魚人さんです。半魚人？半魚人って顔が魚で体が人間の半魚人？先生、聞こえてますか？え、はい、聞こえてるわよ。僕もお屋敷の前の池にいるんだけど、雨が降ってきたら池の中から変な人が出てきたんです。君も見たの？そう、でも僕の見たのは人魚さんだよ。人魚？人魚って顔が人で体が魚の人魚？そうです。君のいる池からは人魚さんが出てきて、さっきのこの池には半魚人さんが出てきたのね。そうです。なんだかよくわからないけど、みんな聞こえてる？お屋敷の池に人魚さんと半魚人さんが出てきたみたいだから、興味のある子は行ってみてね。でも人魚さんと半魚人さんの違いって何なのかしら。
きな絵には男の人と女の人が描かれているんだけど、男の人が描かれている絵を近くに行ってよく見てごらんなさい。どうかしら、なんかちょっと変よね。この絵は実はスタンパーさんに関係してるの。絵をよく見てどうすればスタンパーさんと出会えるか考えてみてね。
参加者の皆さん、スタンパーの順番がわからなくなって困っていませんか？そんなあなたに送る本日2度目のラッキースタンプタイム。今からブース番のスタンパーが5分間だけ自分の順番を示すパネルを出してくれます。今ブース番のスタンパーを探している君、すぐに行ってみてください。スタンパーさんがどこにいるのかわからなくて困っている子はいないかな？4番のスタンパーさんはとっても気の弱い人で、君たちが近づくとお部屋に閉じこもったまま出てきてくれなくなってしまうんですって。どこかの部屋ですぐ隠れちゃうスタンパーさんに出会ったら、その真上にある部屋を探してごらんなさい。その部屋の床にある小さな覗き穴から下を覗き込んでみてちょうだい。何が見えたかな？そこから先は君のいる部屋を調べれば4番のスタンパーさんに出会う方法はわかると思うわ。よく考えてね。ラッキースタンプタイムは残り1分となりました。偶数番のスタンパーを探している人は急いでください。
でしょうか。偶数番のスタンパーは無事見つけられましたか。さあタイムアスレチックもいよいよ大詰めです。残り時間を有効に使いましょう。スタンパーさんまでスタンプが集められていない子も焦らないでね。ほらビラクドリさんも頑張れって言ってくれてるわ。それじゃまたビラクドリさんに飛んでいってもらうから、さっきと同じように黄色い鳥さんが見えたら A ボタンの指のカーソルで捕まえるのよ。いい？じゃ行くわよ。それしら。
んのほうきを持って行っちゃったいたずらっ子って見つかったかな？さっき係の人に聞いた話だと、どうやらそのいたずらっ子は三つ子の兄弟で、兄弟が3人揃ってしまうと誰がいたずらをした子なのかわからなくなってしまうらしいの。どの子がほうきを持って行った子なのか、うすらさんの言葉を思い出してみてちょうだい。どう？わかった？そろそろ時間がなくなってきたようよ。自分が今しなければならないことをスタートボタンで開く今日の成績画面でしっかり確認してね。ここまで来て何かに詰まっちゃって先に進めない子も諦めちゃダメよ。ビラックドリさんが今日の最後のヒントを持って行ってくれるから。ビラックドリさん、長い間ありがとう。みんなもビラックドリさんに出会ったらお礼を言ってね。それじゃあ行くわよ。それThank you.
イムアスレチック。残すところあと3分になりました。やり残したことはないでしょうか？スタンプはすべて集められましたか？アイテムの交換は無事に最後のアイテムに変化しましたか？ラックロックも取り残しのないようにしましょう。そこまで。本日のタイムアスレチックはこれにて終了です。アスレチックフィールドにいる参加者は速やかにスタート地点のジーナ先生に成績を報告してください。お帰りなさい。今日は雨が降ったりお化け屋敷がコースだったりで大変だったわね。でもこれでアスレチックの授業は全て終わりよ。それじゃ今日までの成績とキャンプに参加するためのパスワードを見せるわね。これでみんなとはちょっとの間お別れだけど、きっとまた夏休みのキャンプで会えるのを先生楽しみにしてるわ。元気でね。Thank you.
を当て、その人気ナンバーをお届けするスーパースターヒットコレクションをお送りします。